オルチャータでチュファと、ファルトンホーショたオルチャータとは、キハマスゲの地下系の汁もしくは代用として米などを、主原料として、砂糖や蜂蜜、スパイス等を原料とする飲料。オルチャータの起源は大麦を使った飲料であり、名前もラテン語で大麦を意味するホルデウムに由来している。大麦を使った飲料は、ヨーロッパ各国で独自に発展し、イギリスではアーモンドを使用し、 カクテルなどに用いるオージェイとシロップ。スペインではキハマスゲを使用するオルチャータでチュファなどに変化した。それらの中で現在でも大麦を主原料としているものはない。キハマスゲの地下系の絞り汁に水、砂糖もしくは蜂蜜を加えて作られるのがオルチャータでチュファである。通常スペインでオルチャータと呼ぶ場合はチュファを原料とするものを指す。乳白色もしくはわずかに黄色がかった。 乳白色で牛乳のようなまろやかな味わいと独特の香ばしい風味があり、好みによってアーモンドの粉末やシナモンのようなスパイスを加える飲み方がある。従来は販売の際にその場でチュ中派を絞っていたが、現在ではあらかじめ混ぜたものを冷蔵し、ポットや攪拌機能付きのディスペンサーから注ぐのが主流となっている。さらに家庭、業務用に水で戻す粉末タイプや、 濃縮タイプも販売されている。オルチャータの屋台、バレンシアオルチャータ発祥の地であるスペインでは一般的な飲料であり、スペイン語圏にも飲料として普及している。チュファからオルチャータを作る技法自体はイベリア半島にイスラム王朝が成立していた8から13世紀に伝播してきたと考えられている。特にバレンシア地方はチュファの産地であり、名物として オルチャータ専門の喫茶店も見られる。氷を入れ冷やして飲むため、夏には欠かせない定番の飲料となっている。ファルトンという甘い菓子パンをオルチャータに浸して食べるほか、凍らせてシャーベットにしたり、スープのような料理にも用いられる。メキシコでは一般的な飲料ではあるが、チュファが手に入りにくく価格が高いため、米を主原料としメロンの種やアーモンドの粉末などによって、 風味を添加している。また、アメリカ合衆国でも、メキシコの食文化の流入に伴い、オルチャータが徐々に普及している。その他では、エルザルバドル、ニカラグア、ホンジュラス、コスタリカ、キューバなどで、それぞれ現地のハーブや種子、牛乳なども用いたオルチャータが飲まれている。日本では、知名度が低く、スペイン料理店やメキシコ料理店であっても、取り扱っていない場合もある。 ありがとうございます。